これ回るべきか。今いたな。よいしょからの投げライフを、ここだ。カットしていく、うまいよ。からのフォロー投げライフ、うまい、うますぎる。この辺いるんじゃないの。スタン投擲ヒットしてる。ちょっと待てよ、いるよね。当てていく。でこっち引いて、で待って、一回回収して投げライフを。どうだい、いつでもどうぞ。待って、奥いたね。この距離当たれ、当てていく。マジで。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、ハセシンです。ということで今回もやっていきましょうか、コールオブデューティーモダンウォーフェアってことで、ですね、昨日コールオブデューティーモダンウォーフェアに大型アップデートが入りましてですね、皆さん、その大型アップデートによりなんとですよ、こちら新しいリーサルということで、炎の投げナイフが追加されました。でね、この炎の投げナイフはですね、ストアでパイロマニアックバンドルからね、入手可能ということでね、投げナイフとね、性能は全く同じなんですけどもね、もう燃えてるということでね、今回使っていこうかなと思うんですけども、でね、大型アップデートによりなんとですよ、ちょっとね、紹介していこうかなと思うんですけども、あのね、ガンスミスの構成で、例えばね、一つのアタッチメントをですね、いろんな設計図のバージョンのね、アタッチメントに変えることができるということで、例えばこのクラシックストレートラインストックでもね、この右に項目が新しくできまして、ガンスミスの今までの設計図のね、違うバリアントのアタッチメントに切り替えることができるようになったよという感じで、例えば M4 とかでしたら、このタスクフォースとかいろいろあったんですよね。こういう設計図とか、金ピカの設計図とかね、こんな感じの設計図とかあったんですけども、例えばこのタスクフォースセットして、タスクフォースのところから、ですね、このバレルのところからちょっと変えて、こんな感じのね、違う設計図のバリアントとかにね、変えることができるんですよ。こんな感じで、こんな感じの見た目の M4A1 にすることもできるということで、そして今後もハセシンのチャンネルでは皆さんに楽しんでいただける動画を投稿していこうと思いますので、チャンネル登録とグッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。スカベンジャーリストックチューンアップで炎の投げナイフ、今回のテーマですね。でタクティカルのスタンで敵の足止めをして、しっかりとね、この炎の投げナイフでカットしていこうかなということで、とさあ行きましょうか。でキルストリーカー UAB ちょっと変えるか、巡航をエアストライクに変えて、こんな感じ、いや、ここは V トール一回外し、ちょっと外して、エアスと UAV パーソナルレーダーで行きましょうか。で、今回ね、フリーフォール行こうかなと思いますので、フリーフォールセット OK です。ほんと行きましょうか。レッツゴー、アトラス、スーパーストアということでやっていきましょうか。フリーフォール始まりました。さあ、新リーサル炎の投げナイフ確かめていきましょう、皆さん。さあ、行くぜ。レッツゴー。でね、めちゃめちゃ燃えるんですよね。かなりね、構える姿だけでもめちゃかっこいいということで注目する、いきなり。さあ、リストックもつけてるからな。これリストックつけてても、いきなりこれあるよね、アイテムあるよね。いきますよ、こんな感じです。いかがでしょうか、これめちゃめちゃかっこよくないですか。とりあえずファーストブラッドは、ファーストブラッドじゃねえな、これ1キル目は炎の投げナイフで頑張って当てていきたいところではあるが、なかなか当てんのも、いや惜しい。さあどうだ、トイカットしていく。これが炎投げナイフ、しかも燃える、しっかりと。さあちょっとできるところまで行ってみようぜ、もうちょっと行ってみようか、せっかくなんで。さあ炎投げない、さあもう投擲ヒットするか、ヒットしてる模様、どっちだ、こっちか。さあ待てよ、カッ一旦引いて、待てよ、こっち裏取りして、待てよ、投げナイフが弾るカットしていく、いいね。でスカベンジャーで回収して、いいよいいよいいよ、熱いよ。とりあえず2キル目、どうだい、どうだい、待てよ、トン、いやきついか、これ回るべきか。今いたな、よいしょからの投げナイフを、ここだ、カットしていく、うまいよ。からのフォロー投げナイフ、うまい、うますぎる、今の連携でやばいね。待てよ、指出して、これあるのでは、あるのでは、待てスタン投げて、ヒットする、スライディングで、こう、待てよ、こうで倒す、でこっち向いて、やばくねえか、はめていく、エアストライクまでつながってるよ、すごくね、これ、普通に。待てよ、投げナイフ、いや、待って、いやあ、クロスボウかい、待て、だいぶあるぞ、可能性見えてきてる、可能性見えてきてる、マジ、これ上おるだろ、ここ、待てよ、ここ、うまい、さらに、この中距離、この中距離、カットしていく、で、差使って、距離詰めて、待てよ、
パーソナルリード出して、ほんで、すごい、普通に9キルってなかなかじゃない？ 1 回パンチキルあるけども、8キルぐらいは、待てい、8キルぐらいは、待ってよ、ここ、いや、きついか、さすがに1回引いて、溜まるまで結構時間かかるか、ここからカットしていく、ほんで、待てよ、上にいる、ここ、きついか、さすがに、ここはちょっと1回こうやってやっといて、パンチの準備、いや、パンチ倒して投げナイフ、ここでパンチダブルでいっとく、いいよいいよいいよ、ほんで炎投げナイフ構えて突撃しようか、さあ投げてで当てて投げナイフ、投げナイフ、いや待ってそこ外すんかいさあどうだい、レスタガール、ちょっと炎の投げナイフスキルが止まってきてるぞ、テンポがそこにいる、分かってる、ここカットしていくで投げナイフ回収で上におったよな今、そこ入るなでもキルログの投げナイフマークもしっかりと燃えてるからマジかっけえわ、でここさ構えた状態これめっちゃいいよね、持ち手のところが燃えるっていうね、刃の部分じゃなくて、そこがまたまた少しいいところであるんだが、待ってよスター当たるよね、きっと当たってんねスター、一気に距離詰めちまってよ、一気にからの待てよ、そこそこカットしていくで、しっかりと2本回収して、ここカットしていく、いいよ裏取りしっかりと対応していくで、デスタ使って前線上げ、前線上げ、現在17キル、こんにちは、待てよこんにちは、カットしていいよ、こうなったら乗っちゃうよ俺ハセちゃん乗っちゃうよ、今乗り乗りよ乗り乗りよ、いやーきついか、待て一回スタンを投げておいて、まずは回収していこう、ほら燃えてるんだよ、ほら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 で回収できる、こうカットしていく、止まんねえ、待てよエアストライクを、待てよエアストライクを、ちょっとエアストライク当たらず、じゃあ焦んな焦んなこれに出しておく、でどうだい指オンライン19キルってなかなかだぞ、エアストライク当てていく、熱すぎ、スタン投げて当たらず、こっち行ってるからカットしていく、ジャンピング炎投げナイフかっこいいっしょ今の、待て待て待て、 V トールも来てるね、敵もすぐ近くから来る可能性がある、炎の投げナイフは2個ある、さあいいよ、リストックも出していこうぜ、リストックの強みも、どうだいこの奥君いるでしょ、そこうますぎ、すぐ当てていく、さらにスタン投擲いるんじゃない、そこらへん、ちょっと待って、奥後ろか、わかんねえな、一旦中入ってスッと行くよ、スッと、どうだいこの辺来るんじゃないの、いるよ、カットして、ちょっと待って、前やんのかしっかり設置してんな、ちょっとデスター使ってもう一回行ってみようか、向こうの方、待って一回スター投げて、てかどっからだ、スワーってしまったが、さあ23キル、なかなかいいんじゃないでしょうか、トップ3入りましたねおー、ベストゲームハイライト、俺炎の投げナイフ見えている、ここ良かったね、ここだよね、いやいいね、美しいね、ということでちょっともう一試合やってみましょうか、ほな行こうか、炎の投げナイフを使って第2試合目、ここ待てよやべぞ、どうするどうするどうする、これパンチ行くか、パンチパンチだよ、ここカットしていく、炎の投げナイフ、敵もびっくりしてるだろうな、うわ燃えてるぞこの炎の投げナイフみたいな、そらそうだろう、当たれ、いやあれだったらやばかったよ、でワンチャンありそうな流れでしたけどね、待てよゴーゴースタン投擲、さすがにきつい、この辺いるんじゃないの、スタン投擲ヒットしてる、ちょっと待てよ、いるよね、当てていく、でこっち引いて、で待て一回回収して投げナイフを、どうだい、いつでもどうぞ、待て奥いたね、この距離当たれ、当てていく、マジで今のやばいっしょ、何メートルよ今、2、30メートルあったんじゃないこれ、熱すぎで投げなく回収していくってことはもう一回そこにいるということなんで、スタン投げてヒットはするよね、でアセシンがこんにちは、ちょっとヒヤッとしたが外すようになったが、しっかりと当てていくよ、待てよ、いやー後ろおったんかい、もうちょい行ってみよう、もうちょい
V トル帰るか来るかこんにちはドンピシャジャストっすね。で、さ使って上げていくよ。トゴー、いるぞ、なんかなるほど、スタン投擲ヒットしない、トゴーカットしていく。この上だな、きっと。俺にはわかるぜ、カットしていく。炎の投げないよ、いるでしょ、かかってこい。ここうわぁ、相打ちクリームがある、怪しくないですよね。カットしていく、カムバック、はい、ということで今回はシンディーサルの炎の投げナイフを使ってプレイしてみました。いかがでしたでしょうか。なかなかかっこよかったっすよね。あの外してしまったところもね、しっかりと燃えて、壁とかね、地面に突き刺さってるということで、とアトラススーパーストアでの炎の投げナイフの連続キルはね、かなり爽快でした。ということで今回ナイス炎の投げナイフプレイとか、少しでもナイスファイトと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価、グッドボタン、そしてツイッターのフォローよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。